こんにちは、朝5時です、花火の興奮冷めやらず眠いです。気温は24度あります。早朝のタイタンビカスです。タイタンビカス、心なしか沿っているようにも見えます。ピーチホワイトも綺麗に咲いています。いくつくらい花咲いてるでしょうね。夕方数えてみたいと思います。ローズも綺麗に咲いています。この時間帯はまださほど暑くなっていません。今日のおにゆりです。ムカゴの話なんですが、普通ムカゴといえば自然薯をはじめとする山芋のつるについているのを想像しますよね。お芋の味がして美味しいんですが、おにゆりのムカゴは山芋とは別なタイプのムカゴです。おととしムカゴご飯を炊いて食べました。黄金おにゆりはおにゆりの品種なので、理屈から言うとこのムカゴも食べられるはずです。まだ実験していないということは、そんなにムカゴご飯が美味しくなかったということでしょうか。少し明るくなってきましたね。エゴノキ、こんな感じです。暑くなりそうな気配ですね。梅もどきは漢字ではこう書きます。これは大納言という品種の梅もどきです。源平下野、たくさん花が咲いてきました。刈り込まなければ一度しか咲かないと思うんですけどもね。綺麗な花が咲いています。ホスタの花にアゲハが止まっていました。孵化したてのアゲハでしょうか、それとも寝ていたんでしょうか。グラジオラス、毎日のように咲いていますが、毎日のように倒れます。6時になりました。もみじあおいはまだ半開きですね。今日は花数が結構あるみたいです。純白種も半開きで一つだけのようです。これは昨日咲いたものですね。アメリカ富養は大きな花が全開です。ガーデンアルストロメリアサマーフィーリング、切り戻したらば咲いてきました。メヒシバの葉っぱに小さなオンブバッタがいました。大輪のアガパンサス、それから、ガーデンアルストロメリアサマースノーですね。これは本当にたくさん咲きます。ユーコミスはもうパイナップルの形ではなくなってしまっています。ヘメロカリス、娘盛り、まだ半開きですね。黄金オニユリは頑張って咲いていますね。カノコユリ、ブラックビューティー、これも長持ちです。煙は緊張の蚊取り線香です。花が残り少なくなった黄金オニユリです。ムカゴがたくさんついています。エノコロムサにはモンシロチョウが止まっていました。ピンクの実はシンフォリカルポス、マジカルプライドです。9時になって快晴になりました。日陰はなんと36度、日向は38度になっています。東北なのに南国気分です。青空にタイタンビカス、本当に南国という感じがしますね。ヘメロカリス、フランツハルツです。それから先ほどの娘盛り、全開になりました。カノコユリ、ブラックビューティー、これも青空を入れて撮りたいと思います。そしてアメリカ富養、大きな花ですね。モミジアオイもパッと開きました。今日は38度くらいまで気温が上がりそうです。これからずっと家の中にいると思います。丸尾です。今日はすぐにお別れです。バイバイにゃー。